初めての戦いは。 さっきあなたが使ったのはゲートの力。この世界とは異なる空間から強大なエネルギーを呼び込むための門。そしてそのゲートを管理する者を 私たちはゲートキーパーと呼ぶ。
ゲートの能力は一人につき一つ。私は命のゲートを開けるけど、あなたは風の力を呼び出す疾風のゲートを開くことができるの。ゲートキーパーの能力は、ごく一部の限られた人間だけが使うことができる。誰もが持っているというわけではない。私たち地球防衛機構イージスは、極秘の調査の末に君が疾風のゲートの力を持つことを知った。そのゲート能力を目覚めさせるため、生沢君に頼み、少しばかり手荒な手段を取らせてもらったのだ。さて、そこから先の説明は後回しだ。敵の攻撃で無駄な時間を使ってしまった。急いで目的地に向かわねばならん。我々の目的地、それは航空自衛隊の航空総隊司令部、すなわち府中だ。この3月より我が国の航空自衛隊は、日本全域をくまなくカバーする自動警戒監視システムの運用を開始する。その名は BADDE バッジシステム。これは他国の領空侵犯などを常に監視するためのシステムと一般には公表されているが、実は宇宙監視システムの一つとして、地球防衛機構イージスが開発した超高性能レーダーネットワークなのだ。でもインベーダーもバカじゃねえ。バッチシステムの正式運用を前に、中基地に総攻撃を仕掛けてきたの。中基地の入り口に到着した。練馬から出撃した61式戦車もインベーダーの攻撃を受け、残念ながらすでに大部分が破壊されたらしい。でもこれは映画なんかじゃないわ。戦車に乗っていた人たちもインベーダーの攻撃を受けて。でもよかった。やっぱりあなたは私の知っていた通りの人だったわ。頼んだぞ。奴らを倒せるのは君たちだけだ。地球のために凶悪なインベーダーを排除してくれ。